株式会社森さん外林より、この令和に目視で検査とか辛くないですかというふうなことで、アマゾンの政治メーカーを活用した誤字検査についてお話をしたいと思います。まずは会社紹介からいたしたいと思います。弊社は1924年に創業者の森澤信夫が豊文写真食事機を発明して以来、一貫して文字に関わり続け、創業100周年を目前に迎えた、フォントの会社です。印刷市場においてフォントのシェアがおよそ80%を占めるようなフォントプロダクトを、メインの製品として開発しております。現時点では世界を視野に収めて、クラウド技術を中心に最先端領域に追随できる開発チームを急ピッチで整備しています。といったところが、会社の紹介になります。画面の右側の方には、サンプルとしてからいくつか画像を紹介させていただいているんですけれども、右の方の上の方のが、展示室の内容でして、右の下の方が、そのフォント製品を作成する、あ、じゃないや、フォント製品を作る上で、一番最初に、なされるデッサンと呼ばれるような工程のものになります。フォントと言いますと、何かこう、どこかから降ってきてから、いつの間にかパソコンに最初からあってから普通に打ったら文字が出てくるようなものに思われるかもしれないんですけれども、まず最初の段階ではこのように、紙の上で線を引いて、それを墨入れしてからベタ塗りして、それをスキャナーとかに取り込んで、さらにパソコンの上でデジタライズとかをしてから、加工してから、いつも見慣れた、よくあるフォントとかにしていくというふうな形の工程を踏んでいくことになります。続きまして、これは社是なんですけど、文字を通じて社会に貢献するというふうなことを我々は社是にしております。続きまして自己紹介というふうなことで、私は2015年に森沢に入社しまして、かれこれ、7年ぐらい仕事をしております。前職では、全然文字とは関係ない会社で、組み込み製品を開発しておりました。具体的にはテレビ製品を開発しておりました。ちょっといろいろ思うところがありましてから、ちょっとアートな感じのこととかやってみたいなと思いましてから、フォントの会社に転職をしまして、2015年から2019年かけては、その名もズバリフォント開発部というふうなところで、業務に当たっておりました。で、2020年からシステム開発部というふうなところに移りまして、R&D を担当しております。2015年から2019年かけてからフォント開発部におきまして、フォントの、技術面とかを担当していたんですけれども、その時に関わった、フォントについて右の方に一例としてから挙げさせていただいています。普通、パソコン上でワードとかで文字を打つ場合に、普通に文字が出てくるっていう経験はあると思うんですけども、ここで作らさせていただいた製品におきましては、文字を打っていくと、前後の文脈に応じてから文字の形が変わっていくというふうな、ちょっと特殊なフォントを設計させていただきました。事例として、検証などあるらしいっていうふうな文章を打っていくときに、などあるのとき、出てた形があるらまで入れると、ちょっと形が変わるっていうふうな感じで、シーケンシャルに形が変わっていっているのが見ていただけるかと思います。では、ここから、ちょっとビデオをオフにさせていただきまして、アジェンダの方に移りたいと思います。回お話ししたい内容としましては、フォント制作の現場の課題、誤字検査というふうなもの、そして、それに対応する誤字検査モデルの、AI モデルの概要、それを実現するアプローチとして2種類書かさせていただいておりまして、1つ目は EC2 による課題解決へのアプローチ、2つ目は政治メーカーによる課題解決へのアプローチ、そして最後にまとめというふうなことで話をさせていただきたいと思います。残りのスライドとしてはおおよそ15ページ程度ですので、そんなに長いセッションではないので、気楽に聞いていただければ良いかなと思っております。続きまして、文字は当たり前すぎて意識もしないものですが、というふうなことで、普段あまり誰も意識しないと思うんですけど、実は文字は、フォント製品っていうのは作る上で結構大変なことがあるんですよ、というふうなお話を数ページにわたってしていければ良いかなと思っております。
こちらの方、実際にフォントを制作する現場の、写真と、それに対応する説明文章を載せていただいております。ちょっとこの写真の素材としましては、少し古めの題材を取ってきましたので、紙とかペンとかになっているんですけれども、最新の状態としましては、パソコン上で PDF とかで検査とかをしたりしているんですけれども、やってることとしては同じようなことですので、ちょっと古い方の素材を使わせていただきました。重要な工程としてから誤字検査というふうなものがありまして、今回 AI にてアプローチしたいと考えている課題としてから、この誤字検査というふうなものがあります。通常、我々が作成しているフォントというふうなものは、一つのフォントについて1万文字ぐらいを含んでいます。で、その1万文字ぐらい含んでいる中に、誤字がないかというふうな検査をする必要があるんですけれども、それについては基本的に、人間による目視検査というふうな形になっております。で、その目視検査をしているサンプルの画像が右上の方に上がっています。で、この検査なんですけど、さすがに1万文字もありますと、やっぱり人は疲れてきますので、疲れてくると、違う文字が混じっていても全く気がつかなくなるそうです。で、実際にヒアリングしたところによりますと、部首が違う、例えば、手偏が木偏になるというふうなことについて見落としてしまうというふうなことがあると聞きました。で、これにつきましては、そうだなっていうふうに私も思ったんですけれども、さらによく話を聞いてみると、そもそも全然別の文字が入っていても気づけなくなるというふうなことがあるそうです。もう特に、複数人とかで検査をするんですけれども、やっぱり人間ですので、前の人が OK っていうふうに言うと、次の人も多分 OK だろうっていうふうな感じで、どんどんバイアスがかかってきてしまってから、3人ぐらいで検査しているのに、全然違う文字が入っているのを見抜けないなってことも発生してしまったりするそうです。で、こういうことを考えていきますと、昨今の働き方のイノベーションというふうなものと組み合わせましても、ある程度、機械の力、計算機の力でオートメーションをしていくことを目指すべきだなというふうに考えました。次のページいきます。フォントの中には1万文字ぐらい入っているというふうなお話をしたんですけれども、それを検査するときに、その重みを視覚的にちょっと見ていただきたいなと思いまして、ちょっと面白い画像を次のページに用意してみました。どうでしょうか。ご覧いただきましたでしょうか。これが正確に1万文字かと言われるとちょっと難しいところであるんですけれども、例えば1万文字を誤字検査をするとなると、相当に厚みのある紙の枚数になってきます。もちろん、書体によって多少変わってくるんですけれども、細い文字とか太い文字とか、そういうふうなファミリーと呼ばれる概念で開発している書体になると、それらも一緒に合わせてから確認することになりますので、もっと増えてきたりすることもありますし、1万文字よりはもうちょっと少ない文字セットで作っていることもありますので、もう少し少なくなることもありますが、とにかく分量が多くてか、人手でやっておくと、絶対確かに失敗とか混じってきそうだなっていうふうな量だと思っております。とりあえず、例えば誤字検査というもの一つをとっても、実は裏側で人がものすごい頑張っているというふうなことをちょっとご紹介させていただきました。で、こういった作業というのは結構、なんと言いますか、多少単調なところがありますので、我々技術者はあまり得意とするところではないので、ちょっと目視による貢献とかいうふうなものは私とかはできないんですけれども、代わりに我々技術者というふうなものはソフトウェアの力を駆使することができます。私もこの問題については2015年に、森さん入社して以来、ちょっといろいろ取り組んでみたいなと思いまして、いろいろなアプローチで試してきたというふうな経験がございます。一番最初に取り組んだのは、テサラクト OTR という名前の OCR のソフトウェアを試してみました。OCR で読み取らせてみてか、うまく読み取れない文字が誤字なんじゃないかなというふうな素朴な仮説を立ててみて取り組んでみたんですけれども、普通 OCR で読み取る文字というのは、ある程度、標準的な形をした文字ですので、ゴシック体とか明朝体とかのフォントとかは読み取ることができるんですけれども、広告とかチラシとかで見るような、ちょっと面白い形の、ポップな感じの書体とかになると、急激に認識率が下がってしまいまして、あまり使えないことが分かりました。次に、オープン CV を使った画像処理というふうなものについても検討してみました。例えば、そうですね、文字の中には、例えばアルファベットの O とかを考えますと、内側のところに空白があったりすると思うんですけれども、そんな感じで、
文字の空白の個数みたいなものを数えたりすることを OpenCV にやらせてみて、そういうふうな画像的な特徴から分類とか、検査とかできないかなと考えたんですけども、細い文字と太い文字でそういった幾何学的な特徴がちょっと変化することによってから簡単に検査をすることができないことが分かりました。で、OCR と画像処理ときてからここでだいぶ難しいなと思いましたので、昨今は機械学習が流行っているというふうなことで機械学習を試すことも検討しました。例えば、異常検知というふうな概念があると思うんですけれども、異常検知という考えを適用してから誤字というものを検査できないかというふうに考えたりもしました。あるいは、素朴な機械学習の画像分類をモデルとしては、サポートベクターマシンとかがあると思うんですけれども、それについても調べてみたんですけども、いずれにしても、なかなか特徴量エンジニアリングをしてから何か人間が特徴量を定義することによってか分類するという方法でアプローチするのも、なんかちょっと難しいんじゃないかなというふうに思うようになりました。で、そこでちょっと、流行りに乗っかったという形もあるんですけれども、ディープラーニングを使ってみたらどうかなというふうなことで、今からお話しする内容に取り組んでみました。このページではディープラーニングを使った誤字の検出について簡単な説明をさせていただいています。もう別にそんなに難しい最先端のモデルを使ったわけではありませんで、VGG と呼ばれる2014年の画像分類モデルをベースにしまして、権威学習でモデルを作るということをしました。ここでの一番の課題は、文字の種類は1万文字ぐらいありますので、単純に考えると1万クラスの、カテゴリー分類をするような感じの、画像分類域を作らなければいけないんですけれども、通常の画像分類モデルというものはおおよそ1000クラスの分類ぐらいしかできませんので、10倍のカテゴリ数に対応させることがちょっと困難だなと最初に思いました。なので、1万文字の分類をするモデルではなくって、分類域を10個作ることにしました。個々の分類域がおおよそ1000文字ずつぐらいは担当していってから、それぞれについて、分類をしてみてから、正しく分類されるかというふうなことを確認することにしました。ここで誤字というふうに判断する基準としましては、画像分類モデルに分類させた結果、期待しない、文字コードが出てきたときに誤字と、判断するようにしました。例えば、ひらがなを分類する場合であれば、あだと思ってから入力した画像に対してが、いであるというふうに AI が判断した場合には、これは誤字ではないかというふうに判断するようにいたしました。で、じゃあ、なんで VGG なのかっていうふうな疑問もあると思うんですけども、これは結果としては VGG 以外のモデルについても一応精度は確認したんですけれども、データセットの特性なのか何なのかわからないんですけど、結果論として VGG が一番精度が良さそうだったからこれを最終的に選んだというのがあります。そんなに深掘りはできていないんですけど、右下の方に、訓練データと検証データにおける、モデルの精度について掲載させていただいています。VGG の場合はどういったわけかわからないんですけど、訓練データでもよく精度が伸びていて、99%の分類ができるというふうなことで、検証データでやっても95%できるということが分かりました。他にも、ここに掲載した以外のものも試したんですけど、例えば、2020年かそこいらに出てきた REPVGG というやつと、同じく2020年だったか21年だったかのビジョントランスフォーマー、エフィシェントネットのバージョン2、コンブネクストというものに試しましたが、どれも検証データとしては結構いい値が出たんですけれども、訓練データではそこそこいい値が出たんですけれども、検証データにおいてはちょっと VGG なぜか劣るというふうなことが、結果として得られていました。ただあんまりちゃんとモデルを設計してからできてなかったところもありますので、例えば、ドロップアウトとかを適切なパーセンテージで入れてあげるとか、細かい工夫をしてあげるとか、分類域のところのネットワークをもうちょっと工夫してあげるとかで精度が上げられたのかもしれないんですけれども、そこまでも深掘りはできていません。とりあえず試してみた条件下ではこのような結果になりましたというふうな状態です。続きまして、とりあえず推論機ができたのでサービス化をしたいっていうふうなことになります。実は一番最初に先ほどのモデルを作ったときには、実際誤字判定を、誤字の検査をしてみるというふうなときには、フォントを作っている部隊の方から依頼があったら、EC 通常で私が
推論を行ってみて、その結果を返すっていうふうなことをしてたんですけれども、それって結構手間がかかるというふうなのと、私が別の AI の実験をしているときに依頼が来てしまうと、リソースがバッティングしてしまうというふうな問題がありまして、メインで実験している環境とは別のところの環境で、推論機が使えるようにしなければいけないなと思いまして、サービス化をしようと考えました。まず一番最初に考えましたのは、素朴なアプローチをしようというふうなことで、メインで使っている EC2 以外に別の EC2 環境を動的に起動するというふうなアーキテクチャを考えました。具体的には、フォントファイルを与える形でラムダを叩いてあげると、ステップファンクションズが起動して、ステップファンクションズの中で、網から EC2 を起動して誤字判定を行うと。で、誤字判定が終わったら、EC2 を終了させて、結果を S3 に置いて、ここに置きましたっていうふうな通知をスラックで投げるというふうなアーキテクチャを考えました。一番最初はラムダだけでやりたかったんですけれども、ちょっとどうも GPU を使わないと時間があまりにもかかりすぎるようであるというふうなことと、メモリとかの制限とかもありましたので、ちょっと贅沢に EC2 を動的に起動しようというふうなことを考えました。で、そういうことを考えると、ワークフローの制御のためにステップファンクションズを使わないとちょっと厳しそうだなというふうな形で、このようにさせておりまして、で、EC2 の制御はシステムズマネージャーを使うというふうなことでやっております。ただ、これで一応動くには動くようになったんですけれども、課題がいくつか現れてきました。実装した結果試してみると、とりあえずまず思ったより辛いというふうなことが分かりました。システムズマネージャーで確かに EC2 の制御はしてるんですけれども、ちょっとした細かい制御とかを変更しようと思うと、システムズマネージャーからの命令の制御を書き換えたりしなければいけないのがしんどいし、また、実験した時には発生しなかったんですけど、何かしらの内部エラーが発生した時に、その内部エラーを拾うのがちょっと難しそうで、どういう内部エラーが起きるか全部把握できていないのに、それを全てに対応するような、アーキテクチャを設計するのがかなり難しそうな気がしました。また、この段階ではちょっと動くかなって試しただけでしたので、ラムダにしても、ステップファンクションズについても、AWS のマネジメントコンソール上で実装したんですけども、ちょっとそういう実装をしてしまうと、インフラの再構築とか、インフラの保守とか、とてもじゃないけどできないなというふうな課題に気がつきました。EC2 の制御の方はちょっとすぐに思いつかなかったんですけれども、インフラの方の、コントロールについては、いわゆるクラウドフォーメーションとかを使えばいけるんじゃないかというふうなことを考えました。社内の中で AWS に詳しい者がおりますので、お話をお伺いしたところ、最近では CDK というふうなものがあるというふうなことで、そっちの方が私には合っていそうだったので、CDK を使うことにしました。その時はタイプスクリプトは知らなかったんですけど、ちょっと新しいことも勉強してみようかなと思って、タイプスクリプトを勉強しながら CDK でインフラを書き直すということをやりました。で、半分ぐらい実装が終わったところで、その社内の AWS のエキスパートの方に橋渡しをしてもらう形で、AWS さんとお話をする機会をいただけました。で、そこで、このように EC2 の制御は大変なんだけど、なんとかなりませんかねとご相談させていただきましたところ、政治メーカーで解決できますよというふうな天の声をいただきました。ここからが本セッションのメインとなっていきます。で、政治メーカーとの出会い。というふうなことで、先ほど EC2 とステップファンクションズとラムダとかを使ってから、とりあえず動く程度のインフラを作ってみたんですけれども、ここから急速に話が進みまして、政治メーカーを使って再実装するというふうなことになりました。極力先ほどのアーキテクチャ図と似せてみたんですけれども、違いとかお分かりいただけますでしょうか。ステップファンクションズの中のところの赤枠の中のところが、結構書き換わっている形になっております。今回、政治メーカーのいろいろな機能の中でも、政治メーカープロセッシングジョブというふうなものを使わせていただきました。推論処理を行うための、Docker のコンテナを事前にビルドしまして、ECR に登録しておきまして、置きます。で、フォントファイルを S3 に置くと、S3 に置いた時のプットメソッドに反応する形で、ステップファンクションズが実行されまして、
その中で、政治メーカーのプロセッシングアス、ステップファンクションズを経由して、政治メーカーのプロセッシングジョブが起動されるようにしました。で、Docker のイメージがロードされて、その中でプロセッシングジョブのスクリプトが実行されて、誤字検査がなされるようなアーキテクチャになっております。その先としましては、結果を S3 に置いて、パスをスラックで通知するというふうな形になっています。なので、特に大きく変わったところとしましては、この赤枠のステップファンクションズの制御のところだけなんですけれども、やはり自前で作ったワークフローと違いまして、プロセッシングジョブを使うことによって、各種のエラーハンドリングとかが劇的に楽になりました。プロセッシングジョブが面倒を見てくれるようになりましたので、マシンラーニングの推論実装のチューニングの部分に集中することができました。先ほどの最初のアプローチでは、網とか初期設定とかいろいろそういったことを全部自分で面倒を見なければいけないところがあったんですけれども、ECR の中にコンテナを突っ込むことによってから、実行環境を簡単に構築できましたので、実行環境の構築のところもだいぶ楽をすることができました。よくありがちな、動的なエラーとしましては、GPU インスタンスの使用上限に抵触してしまうということが考えられます。クォータ申請数として、例えば3個まで申請していたとすると、4個目のインスタンスを同時に起動してしまうと、エラーになると思います。で、それにつきましても、ステップファンクションズの枠組みの中に例外を簡単に取ることができるようになりましたので、それを補足してから、スラックに簡単に通知をするというふうなことができました。これを先ほどのシステムズマネージャーと EC2 の組み合わせでやろうとした場合にはどうなるのかちょっと試してませんけれども、めんどくさそうだなと感じたりします。で、このような枠組みについて私が作ったのかというと、そんなことは全然ありませんで、一番最初のプロトタイプにつきまして、AWS のソリューションアーキテクトさんに作っていただきました。で、それは割と簡単なデータセット、MNIST を使ったデータセットで書かれていたので、今回は文字データセット用に書き直させていただいたんですけれども、CDK で書いていただくところまで作っていただけましたので、大変勉強になるとともに、そこから書き換えていくというふうなこともかなり容易に行うことができまして、大変助かりました。というふうなことで、そろそろまとめに入りたいかなと思います。まとめとしましては、ちょっと有名な文章とかを見出しに引っ張ってか、その後ろに日本語をぶら下げている形にしてるんですけれども、Done is better than perfect という、よくツイッターとかで見かけたような文章をちょっと見出しに引っ張らせさせていただきました。まだまだ制度的に不満があるばっかりの状態ではあるんですけれども、完璧な AI モデルを作るっていうのはそもそも難しいと思いますし、言ってみれば何が誤字かっていうふうなことを定義するのも難しくってから、誤字というふうなものを完全に定義した上で、それを完璧に判断できる AI を作って、その上で社内に展開するというふうな形をとっていた、いつまでたってもスタートに立つことができません。とりあえずまずは導入してから皆さんに使っていただくというふうなことを先に進めたかったということもありましたので、制度に不満はあるものの、まずは動くもの、まずはみんなが使えるものというふうなものを目指してから、今回の、ワークフローの確立をいたしました。で、2点目としましては、One small step for man, one giant leap for us というふうな見出しにさせていただきました。これにつきましては、アポロの月面着陸において、アームストロング船長が言い残した、有名な言葉をちょっと偉そうにもここで引っ張ってきました。今回のモデルってまだまだ試作段階ですので、試作段階なんですけれども、社内の皆さん、AWS の皆さんのおかげで、ようやくある種の誤字検査ワークフローを実装してから社内導入できる形になりました。それ自身は AI のモデルとしては非常に素朴なモデルであることと、まだまだ制度面ではまだまだというふうなこともありまして、非常に小さな一歩なんですけれども、でもまずこの一歩を踏み出さないことには何も始まらないということで、大変大きな一歩だったと我々は考えております。で、3つ目の内容としましては、
ローマンロードフロムワンステップというのを挙げさせていただきました。これはローマの道も一歩変わってつもりで引っ張ったんですけど、ちょっと適当に引っ張ってきたやつだったので、これで正しい訳なのかちょっとよく分かってませんが、気持ちとしてはローマの道も一歩からです。で、今回はシンプルな畳み込みネットワークベースのモデルでしたが、生成モデルを用いた異常検知など他にもいろいろな手段があると考えています。生成モデルを用いた異常検知っていうのは、そうですね、VAE とかを用いたものとかを考えてるんですけれども、ある画像を入力してからそれを再生成したときに自分自身で戻ってきたら、OK だろうけど、なんか全然違うものになってきてしまったとしたら、最初に入力したものが期待しないデータだったんじゃないかなということで、誤字検査ができるんじゃないかというふうなことを指しております。そういうふうにいろいろ手段はあると思うんですけれども、一応今まで試した中でなかなか結果が出ずにしんどいことも多かったです。ただ、1回や2回、あるいは10回や20回、あるいは100回試したからといって結果が出ないからといって諦めてしまったりしまいも、目視で皆さんに苦労していただくという状況から脱却することはできませんので、しんどいことは多いんですけれども、我々技術者としては諦めずにチャレンジを続けていって、何か少しでも楽をしていただけるようなお手伝いができればいいのかなと考えております。ということで、チャレンジを今後も続けていきたいと考えております。スライドとしては以上でして、ここまでご清聴ありがとうございました。